慶次郎ローエンガー日記は北原愛子の連作時代小説シリーズ。小説新潮に連載1998年から2014年にかけて新潮社より刊行された。短編集15巻、長編1巻及び外伝1巻。短編集、その夜の雪と長編、雪の夜の後に登場した元同心の森口、慶次郎が江戸の町で起こる。 様々な事件を鮮やかに解決していく。2004年からは NHK で高橋秀樹主演によりテレビ時代劇化され、以後シリーズ化され2006年にかけて3作が放送された。すべて新庁社館。傷再害を火で峠かなかな墨田川優しい男赤んま夢の中ホタル月明かりシリーズ初の長編白鵜下祭りの日雨の底乗り合い船賞。 慶次郎縁川日記再開慶次郎縁川日記おひで慶次郎縁川日記峠慶次郎縁川日記かなかな。慶次郎縁川日記隅田川慶次郎縁川日記優しい男慶次郎縁川日記赤まんま慶次郎縁川日記夢の中慶次郎縁川日記蛍慶次郎縁川日記月明り慶次郎縁川日記白慶次郎縁川日記明日慶次郎縁川日記祭りの日慶次郎。 縁側日記有の底敬次郎縁側日記のりアイ船、敬次郎縁側日記2004年に NHK 金曜時代劇で最初に映像化され、敬次郎縁側日記が NHK 総合、金曜時代劇は国手2004年8月27日から10月29日まで放送された。全10回。以後シリーズ化され、敬次郎縁側日記にが、 同枠にて2005年10月7日から12月9日まで連続10回で、刑事老縁が日記さんが NHK 総合、木曜時代劇枠にて2006年10月12日から12月21日まで連続10回で放送された。2007年現在3作目まで制作されている。主要出演者ゲスト出演者、ありがとうございます。